皆さんこんばんは。12月16日のバーチャルワールドニュースの時間です。キャスター私キララボア、コメンテーターはインヤンでお送りいたします。本日お伝えするニュースは次の通りです。東日本大震災アーカイブ iOS 向けアプリリリース、ディスプレイキーボードオプティマスシリーズの最新情報を公開、低年齢向け 3D プリンターポリゴ、ニコファーレにて開催東京ニコニココスプレクション、フリーコインプリペイドカードの発売を開始。12月29日第2回 MHK 紅白歌合戦開催。まず最初のニュースです。首都大学東京の渡辺秀則研究室が東日本大震災の被害状況を Google Earth を使って見ることができる東日本大震災アーカイブの iOS 向け AR アプリ Earthquake311 をリリースしました。東日本大震災アーカイブは、ニューヨークタイムズなどに搭載された100枚以上の被災地写真を Google Earth 上にマッピングし、被災前後の状況を比較することができるコンテンツです。すべての写真が地形と立体的に重ねて表示されており、仙台空港や福島第一原子力発電所などの被害状況を3次元的に把握することができます。また、Google の画像をアップデートにも対応しており、ラジオボタンで被災前後の空調写真に切り替えることもできます。写真とともに、被災者の体験談の動画もマッピングされており、これらを視聴できるほか、ホンダとトヨタが提供する被災地の通行実績情報も地理情報と一緒に表示されています。今回リリースされた Earthquake311 は、被災の資料を AR でも見ることができるアプリで、地図で資料を表示する地図モードでは、地図上のマーカーをタッチすると写真資料が表示され、さらに現地において GPS 機能を利用して、東日本大震災が引き起こした状況を知ることができます。AR モードに切り替えると、実際の街並みの上に写真資料を重ねて表示することができるほか、自分が今いる場所に対して被災状況を仮想的にマッピング、東日本大震災の被害の規模を自分の住む地域に重ねて把握することが可能となっています。また、ツイッター投稿とも連動しており、ハッシュタグ、#JAPAN311 をつけて投稿すると、ユーザー同士でコミュニケーションできるようになっています。この Earthquake311 は、App Store で無料にダウンロード可能で、iPhone と iPad 両方に対応しています。次のニュースです。ロシアのデザインスタジオ、アートレバデフがディスプレイキーボードオプティマスシリーズの最新情報を公開しました。今回発表されたオプティマスポピュラスは、すべてのキートップに任意の画像やアニメーションを表示することができるキーボードです。一台で各国の言語のキーボードとして使用したり、アプリと連携したショートカットの表示などが可能です。このシリーズ最初の製品であるオプティマスマキシマムは、すべてのキーボードのキーにイメージを表示するというデザインコンセプトを、キーのすべてに小型の有機 EL ディスプレイを内蔵するという力技で解決した製品で、価格も20万と高額なキーボードとして話題になりました。
今回のポピュラリスは、一枚の液晶キーボードの上に透明なキーが載っている構造となっているため、大幅なコストダウンになったようです。液晶の上にキーが載っていることで、強度に不安がありそうですが、通常のキーボードと同様に押し込んだりタッチタイプを行っても問題ないとのことです。また、下に1枚の液晶がある構造を最大限活かすため、ファクションキーの列と数字キーの列の間もサブディスプレイとしてウィジェットを表示することができるようになりました。この部分のウィジェットを含め、キーのディスプレイ表示は付属のソフトウェアすべてカスタマイズが可能です。ポピュラリスのコンセプト自体は発表された3年ほど前のものと変わりませんが、今回はほぼ製品版に近いデザインと出荷開始の時期の情報が発表されました。出荷予定は2012年6月となっています。すでに予約は開始されており、予約特価は3万1500ルーブル。現在のレートなら約1000アメリカドル。日本円で約7万8000円くらいになります。発売後には4万1280ルーブルの正式価格になる予定です。来年1月のラスベガスコンシューマーエレクトロニクスショーでは、オプティマスシリーズの新製品の実物が出展される予定とのことです。次のニュースです。高額なツールとしてのイメージが大きい 3D プリンターですが、カナダのデザイナーが10歳の子供が使える 3D プリンター、オリゴの企画を発表、製品化を試みています。オリゴは、ウェブモデリングツール、スリーディンで作成した3D モデルをプラスチックで造形する 3D プリンターです。手頃な価格で簡単に使える 3D プリンターを目指しており、プリンターのサイズ、価格ともに Xbox 360の3倍程度になる見通しだということです。使用方法も Xbox や Wii のようなゲーム機と同様に、子供でも簡単に使えるものを目指すということで、インターフェースや周辺のソフトなども簡単なものになると予想されています。現在、動画で紹介されているプロトタイプは丸みのある立方体で紫色の透明なプラスチックを使っており、おもちゃのような外形になっています。まだ製品としてはアイデアの段階で、発売時期などは決まっていないとのことですが、試案者のアートワチューカノブさんの話によると、うまくいけば、あと15ヶ月ほどで発売できるとしています。金額もまだ明らかにはなっていませんが、安価な 3D プリンターが普及してくれば、3D 仮想空間で作成したアイテムの作成なども活発になるかもしれません。今後の開発に期待したいところです。インヤンさん、このニュースいかがでしょはい。ですね。割と最近ですね、3D、プリンターのニュースが、いろいろ出てきてます。で、前にですね、私の方でもって夏ぐらいに見たものですと、水着をですね、3D プリンターでもって、作るというようなことも、実験的にされていたり、またですね、3D プリンターの素材自体が、いろいろな素材を使えるような、例えば透明なものとか、あと、柔らかいゴムですとか、いろいろなものを切り替えができるような 3D プリンターもあり、実はですね、人間の内臓を、その 3D プリンターでプリントアウトし、で、それをですね、
3D のオブジェクトとして、まあ、オペレーションをする医師がですね、見ることによって、その構造をしっかりと把握するなんていうことも、実際にやられてました。またね、この子供用のプリンターですと、まあ、ひょっとするとですね、その素材にですね、プラスチックではなく、食べても平気なものを使うとか、小麦とかいろいろなものがありますので、そうすると、逆に言うと、お菓子を 3D プリンターでプリントするなんていうのも将来できるようになるかもしれません。実際に、3次元の、オブジェクト、この仮想世界の中、見た目は、まあ、物体があるようだけども、実際は、データのみで、まあ、触ることもできないし、形もですね、人によってはちょっと考えにくいというような方も多いかもしれませんが、この 3D プリンターが割と普及することによって、この仮想世界での仮想のオブジェクト、もしくは、アバターなども含めて、家で簡単に、プリントアウトする、それも3次元でプリントアウトする、まあ、新しいですね、マーケット、もしくはいろいろな、玩具も生まれてくるかもしれません。大変面白いニュースだと思います。以上です。ありがとうございました。次のニュースです。12月4日、東京六本木のニコファーレで、日本最大級のコスプレコミュニティサイト、キュアとニコニコ動画がタッグを組んだコスプレイベントが開催されました。今回、初めて開催されたこのイベント、東京ニコニココスプレクション、プレゼントバイキュアは、ニコニコ生放送とコスプレコミュニティサイトキュアが連携した新しい形のコスプレファッションショーで会場となったニコファーレならではの360度 LED ディスプレイを使った演出が魅力です。総勢100人以上の有名コスプレイヤーたちがウォーキングやパフォーマンス、ダンスショーを披露し会場を盛り上げました。このイベントの様子はニコニコ生放送でも中継され、生放送を視聴しているユーザーからのコメントも会場に映し出されました。ドワンゴの担当者はインタビューで新しいものが生まれたと思う。ライブの間、ニコファーレの中に2.5次元の空間が出来上がっていたと実感している。世界中のコスプレイベントを見ても、ここまでスタイリッシュにかっちり演出の決まったものはなかった。新しいイベントフォーマットを構築することもできたと自負している。今後はバーチャル CG の世界観をもっと作り込み、ファイナルファンタジー6の召喚獣を召喚する演出や AR マーカーを使ってカメハメハが撃てるような演出ができたら面白い。また、ステージと客席、視聴者の一体化にも取り組みたいとしています。もう一つ、美術個展の話題です。パリを拠点に活動するジャン・ミシェル・オトニエル氏の日本における初個展が原美術館で1月7日より開催されます。オトニエル氏は、パリ市中心に位置するメトロパレ・ロワイヤル・ミュゼ・ド・ルーブル駅エントランスとして設置された大作「無憂病者のキオスク」の制作や主要な美術館における展覧会開催などで活躍し、フランスを代表する現代美術家です。日本でも原美術館の別館、原ミュージアムアークに常設されている赤いガラス玉をハート型に重ねた野外作品、心が注目を集めています。この展示会では、初期作品から最新の大型立体作品まで約60点を一挙公開し、25年の歩みを一度に見れるようになっています。また、フランスの高級子供服ブランド、ボンポワン株式会社が共催となり、AR 技術を用いた子供向けワークショップ、不思議な現実が館内ホールにて同時に開催されます。ピクトグラムをカメラにかざすと、
世界中にあるオトニエル氏の主要な作品12点が大画面に 3D で現れ、間近に体験できるという内容です。ワークショップの詳細は公式サイトにて紹介される予定です。次のニュースです。12月8日、セブンイレブンジャパンとグリーがセブンイレブンにてグリーコインプリペイドカードの販売を開始しました。グリーコインプリペイドカードはソーシャルネットワーキングサービスグリー内で利用できる仮想通貨をプリペイドカードで販売するというものです。これまで日本で電子マネーのコンビニでの販売はありましたが、ソーシャルメディアの仮想通貨の販売は業界初となり、コンビニ業界でも初めてとなります。セブンイレブンでは2010年9月から支払いが確定した時点で、カードを有効化するポーザー技術を使って、任天堂プリペイドカードや iTunes カード、ソニーのプレイステーションネットワークなどを展開しており、グリーコインプリペイドカードも同じ仕組みとなっています。また、グリーはグリーコインプリペイドカードのデザインにも力を入れており、今回は海賊王国コロンブス、聖戦ケルベロス、釣りスタなど人気ゲームキャラクターがデザインされた2種類のカード、5000円で4762コインと1500円で1429コインを発売します。今回の発売記念として、グリーコインプリペイドカードを購入した人を対象に、抽選で総額200万コインが当たるキャンペーンを12月8日から実施します。これまで携帯電話の決済での取引が多かったグリーですが、その分、有料アイテムに10万円近く使ってしまうトラブルや、保護者のクレジットカードで勝手に支払ってしまうなど、決済にまつわるトラブルも多くありました。今回のプリペイドカードの採用で改善につながるのか注目したいところです。次のニュースです。セカンドライフのイベント情報です。12月29日21時よりセカンドライフのあゆむらシムにて第2回 MHK 紅白歌合戦が行われます。去年初めて開催されたこのイベントは、SL ミュージさんのもちもちさんと、あゆむらのオーナーであるあゆみさんが中心となって開催されているイベントです。今回も男女5名、計10名の選手が出場し、カラオケの人気曲をカバーして、SL 内でパフォーマンスを行い、優勝を争います。点は、SLTV のマトジェットシティさんをはじめとする5人の審査員と会場の観客、ストリーミング放送を視聴している方からの投票で決まります。また、前半と後半の間には万華鏡さんの演舞も披露されます。12月14日には第1回のリハーサルが行われ、出場選手たちが入場の手はずや立ち位置のチェック、パーティクルの調子などを、このイベントの様子は、パーティクルの調子などを熱心に確認していました。このイベントの様子は VWBC でも中継を行う予定です。昨年も早々に100名のイベント会場は満席になってしまいましたので、会場に入れなかった方は、放送でお楽しみください。次は私、キララのピックアップコーナーです。今週のピックアップは、ウェイン・マークスティンさんがオーナーの SL マシニマ映画祭2011冬をご紹介します。映画館組合では、12月10日土曜日から12月25日日曜日まで、
SL マシニマ映画祭2011冬を開催しています。入場は無料です。今回の上映作品は12作品ございます。マッチ売りの少女、マシン、あの日を忘れない、黒吉物語など、クリスマスにちなんだ作品が上映されていますので、カップルでお出かけになると一層クリスマス気分が盛り上がりますね。セカンドライフでしか見れない映画祭、リアルでは楽しめないセカンドライフならではの楽しみ方でお過ごしください。詳しくは映画館組合の公式ブログをご覧ください。以上、キララのピックアップコーナーでした。これで本日のバーチャルワールドニュースを終わります。